晩ご飯何作ろうかな、冷蔵庫開けてみようっと、よいしょ、冷蔵庫何もない、ここもない、こっちもない、下の段もあれ開かない、ない、買い物に行かなくちゃ、レッツゴー、スーパーに到着、いっぱい買えるように大きいかご持ってきたよ。何を買おうかな、冷蔵庫空っぽだったからいっぱい買っちゃえ、ジュースもいっぱいいるし、牛乳もいるし、アイス、ヨーグルト、あ、チョコチップクッキー、メルちゃん大好きなんだ、バターにタレ、上の段も全部買おうかな、これも、お魚も、お肉も、ここの商品全部なくなっちゃった、でもメルちゃんこんなんじゃ足りないから他のところにも行くよ、よいしょよいしょ、次は野菜のコーナーだよ、ナスビ、ニンジン、トマト、大根、ブロッコリー、トウモロコシ、カゴがいっぱいになってきちゃった、カゴを新しいのにしたよ、まだまだ買うもんね、次はデザートと果物のコーナーだよ、バナナ、全部ミルちゃんが好きなものだ、アイス、グラ、あ、おいしい、ホットケーキにみかんにいちご、あ、落ちちゃった、いちごもぽい、まだまだお買い物するよ、次は楽器のコーナー、カスタネットをカチカチ、タンバリンもギンギン、マラカスもあとは笛だね、ピッピー、えい、こんなにいっぱいメルちゃんのお家がにぎやかになるぞ、最後はぬいぐるみのコーナー、ぬいぐるみ大好きだから全部買っちゃおうっと、楽しいな、一個のカゴにまとめたらこんなにいっぱいになっちゃったよ、重たすぎるから押すしかないんだよね、レジまで遠いな、すいません、これ全部ください、こんなにいっぱい買う人は初めて見たよ、うわー、どんどん増えていく、こんなにメルちゃん買ったかな、お会計は1万円だよ、そんなに高いの、はい、1万円毎度あり、こんないっぱいの荷物メルちゃんの車には乗らないからトラックを呼ぼう、ブー、大きいトラック到着、乗せていくよ、わー、トラックがパンパンだ、荷物がいっぱいでトラックにメルちゃん乗れないから歩いて帰ろう、冷蔵庫の中身を買いに来ただけだったのに、いらない買い物もしてしまったな、みんなは買うときはよく考えて買うんだよ、じゃあまたねー。